平林太鼓10月3日から1972年2月17日は日本の小説家。本名体。職を転々としながら、同性、離別、謙虚、生活破綻、中国大陸や朝鮮での放浪などを経て、その体験から、あざける、世良室にて、を発表。プロレタリア作家として出発した。戦後は反響姿勢を強め、 晩年は難病に苦しんだが、社会や人生の不条理をたくましい筆致で描いた作品で知られた。没後日本芸術印象音師賞を受け、平林太鼓文学賞が設定された。現在の長野県諏訪市出身。貧しい農家に生まれ、12歳の頃に、ロシア文学を読んだことがきっかけで作家になることを決心し、上諏訪町立諏訪高等女学校に、 主席で入学。工場時代に社会主義に関心を持ち始め、同校卒業後に上京して交換趣味習いとして働き始め、アナーキスト山本虎蔵と同性。山本の姉を頼って朝鮮に渡るが、1ヶ月で帰国。関東大震災直後の土作差の中で検挙され、東京から離れることを条件に釈放される。 結局日本では生活できなかったため、山本の兄がいた満州に行き、大連の病院で出産するが、この女児は栄養不足のため、生まれてわずか24日目に死亡した。不経済で投獄された山本を残して帰国し、満州生活を描いた小説、投げ捨てよ。執筆。老能芸術家連盟に属し、 その体験に基づく、セリオ室にてデプロレタリア作家として認められる。1927年、小堀人事と見合い結婚。小堀に隠し子がいたことが判明したため離婚している。1947年、こういう女で第一回女流文学者賞を受賞した。竹山爪俊と平林太鼓。 朝日グラフ1954年新年号朝日新聞社戦後は天候文学の代表的作家とも言われ政治的にも民社党を決闘当初から支持するなどを反響、右派色を強めていった。さらに保守系の言論人団体である日本文化フォーラム言論人混和会にも参加している。1958年ソ連政府が ボリス・パステル・ナークのノーベル文学賞授与を辞退させた、際、日本ペンクラブのソ連政府よりの姿勢を、平林は、エドワード・ G サイデン・ステッカーらと共に批判した。週刊文春1959年12月14日、合文春歌舞伎、慶應の小娘・道成寺の一場面。右から、加藤義夫、平岩弓江、小山糸子、芝木吉子、ゴミ安ス 平林太鼓、森田玉松本聖長について、複数の女子作家を使った工房形式で作品を作っているのではないか、と韓国の雑誌、思想会で指摘した。これに対し松本は、日本読者新聞において反論している。また、文芸春秋史1963年7月号に、掲載された対談での発言について、 創価学会から組織的とも言える講義を受けている。平林の作品は、同時代の文学者や平林自身をモデルに、創作された小説のほか社会辞表、随筆などを多岐にわたる。戦時中、バクトの石黒正和に助けられたことで、ヤクザの世界に興味を持ち、黒札、指定の歌、殴られるあいつなどの人気小説も書いた。百六十七年、 秘密で第7回女流文学賞受賞。1972年2月17日、急性肺炎のため、慶応義塾大学病院で死去。没後、日本芸術院賞、恩師賞を贈られ、遺言により、平林太古文学賞が創設された。諏訪市福島に、平林太古記念館がある。諏訪市図書館2階郷土資料コーナーには、遺族から贈られた。 蔵書約4000冊が収められた平林記念文庫がある。作風は全く違うが、宇の千代への思い入れは強く、宇のの着物の店の良き常連客であり続け、宇野が事業に失敗した際にも、宇野に頼まれるまま、黙って20万円を差し出している。しかし、宇野が執筆より、事業に熱心であることに不満を持っており、その執筆態度が、 趣味的であると批判的だった。ありがとうございます。